お願いします。こんにちは、こんばんは、三浦ですということで、今日も張り切ってラグビーの話をしてまいりましょう。かなり寝不足の三浦ですということで、多分僕と同じように、月曜日の朝寝不足な方多いんじゃないでしょうかということで、ですね、今日この動画はですね、またオールブラックスの話と、そのスコットランドの話をにちょっと触れていこうかなと思います。やっぱね、好きなんですよね、オールブラックスが。なんで、その周りについてお話しさせてください。タイトルはこうですね。気づいたらニュージーランドオールブラックステストマッチ6連勝。スコットランド残り20分の壁突破できずということで、長く海外ラグビーとかオールブラックスを追っかけている方ならご存知だと思いますが、ここ1年ですね、もう本当になかなか強豪国に勝てなくてですね、ヘッドコーチ、キャプテンの解任とかはしょっちゅうあの噂されてですね、もう強いオールブラックスの時代は終わりだみたいな人もいましたし、もうワールドカップ優勝なんて夢の夢みたいな、いうような流れもあったんですが、そんな中でもやっぱりさすがオールブラックスっていう感じがあってですね、結果を積み重ねていって、気づいたらやっぱなんだかんだ言って6連勝してるんですよね。6連勝してるんですよ。でそれで昨日スコットランドとの、テストマッチだったんですが、スコットランドも相当気合入ってて、で前半スコットランドで折り返してたんですよね。で結構ツイッター見ても前半だけ見て寝ようと思った人が多くてですね、11時キックオフだったかな、23時、だからまあね12時超えちゃうんで、でだけどやっぱり前半スコットランドがリードで折り返したんで、結局寝不足って方が多いんですけど、僕もまさにその一人で、僕の場合はもう最初から見ようとは思ってたんですけど、でもやっぱ寝不足続きますよね。その昨日の試合のちょっと振り返りもしながら、オールブラックスの強さだったり、やっぱティア1の強さみたいな話をしていければなと思います。他にも、フランスとか南アとかも見たんですけれども、なんかイングランド日本戦見た後、やっぱなんだかんだ日本に一番近いと言われているスコットランドの試合を見て思うことがあったっていうのもあります。ということでちょっと前段長いんですが、行きたいと思います。そうですね、気づいたら、6連勝ということで、過去5試合でこの1個前がアルゼンチンに負けてるんですけどね。でこの5試合の前は結構負けてるんですけど、直近の5試合だけで言うとアルゼンチン53対3、1試合目負けてるんですけどね。でオーストラリアに39対37、すごい試合でしたね、これもね。だけど2試合目は結構差を見せつけて、でこのリーグ、この大会は優勝したということですね、40対14。で休校にも新しい、日本的には頑張ったと思うんですが、38対31ということで、でウェールズ、バレット3兄弟も戻ってきたウェールズに関しては、ウェールズも前半ね良かったんですけど、やっぱ後半も格の違いを見せつけられたっていうのと、ちょっと今回の動画では触れないんですけど、ウェールズのね、どうなんだろうね、今厳しいですよね、ウェールズはね。なんかその真壁さんが言うには、やっぱレジェンドクラスいるけど、なんか若い選手の名前があんま見ないですねみたいな、だから世代交代がうまくいってないんじゃないかななんていうことは、真壁さんのコメントもありましたし、僕の周りの海外ラグビー好きもみんなちょっと異口同音で言ってますね。アラウィン・ジョーンズ頼りをね、最近は出てないんですけど、そんな、すみません、ウェールズの話はあれだとして、結局この5連勝して、で昨日をスコットランドに勝って6連勝とあいうことになります。でスコットランドサイド、もうこれは僕知らなかったんですけど、知らないのもどうかと思うんですけど、大西さんのツイッター、ワーワーの昨日の解説もありましたが、長い歴史の中で両国の対戦は31回もやってるんですよね。だけど見てください、これ戦績はニュージーランドの29勝2引き分け、つまりスコットランドはオールブラックスに勝ったことがない。今夜歴史が塗り替えられるのか、これ試合前ですよね、当然スタジアムの雰囲気も含め、ここまではその可能性を醸し出しているということで、かなりね、その雰囲気があったんですが、最後ちょっと、ニュージーランドにうっちゃられたっていう感じなんですけれども、僕自身勉強不足っていうのもあったんですけど、昨日知りましたね。
歴史ある強豪国スコットランドですらも一勝も勝ててないんですよね、オールブラックスに。だからそういう意味ではなんかアルゼンチンが勝ったとか聞くと、ニュージーランドも定期的に負けてるのかななんて思うんですけど、やっぱそんなことなくてですね、やっぱニュージーランドに勝つ、オールブラックスに勝つっていうのは本当にすごいことなんで、そういう意味でスコットランドもで、こうやってくるとオールブラックスもさすがにスコットランドには負けらんねって感じになるんでしょうね。だから日本とやるときも、初めてオールブラックスが日本に負けた試合に出た自分なんていうことはしたくないですからね。で、昨日のスコットランドオールブラックスに関してはですね、後半のやっぱり、リザーブ陣がやっぱすごかったななんていうのも思いました。でその試合のメンバーで言うとですね、スコットランドはちょっと後でもうまた話すんですけど、ラッセル・ホックが久しぶりに戻ってきたということで、どうやらですね、タウンゼントヘッドコーチとの確執が相当あるみたいで、ここ最近出てなかったんですよね、特にラッセルの方ですね。で昨日、真壁さんが解説だったんですけど、レードローも解説 でレードローさんに突っ込んでくれたんですよね。あんまこういうこと聞いていいかどうか分かんないんですけどって言ったら、うまく、ラッセルとタウンゼントヘッドコーチの確執ってどうなんですかぐらい の真壁さんが切り込んでくれたんですけれども、レードロー大人の対応で返してましたが、ただあの返しを聞いても相当確執はあるっぽいですね。なんですけどちょっと僕はですね、確執って何なんだとは思うんですが、この2人をですね、今のスコットランドで出さないっていうのはもうありえない、選択肢としてないと思うんですよね。確執があるんだとしたらとっととそれを埋めてもらいたいななんて思うんですが、本当に世界的にリッチー・モンガとかも、本当に認めてるっていうか、すごく尊敬してる選手の一人がラッセルみたいなことを言ってるし、やっぱ素晴らしいんですよね。昨日もやっぱキレッキレでしたね。そんな感じで、ハミッシュ・ワトソン7番のハミッシュでしたっけ、ワトソン選手、フランカがね、相当早めに怪我で出ちゃったのがね、もったいなかったですね。で、2019年のワールドカップで田村選手となんだっけ、ちょっと乱闘プレーになったリッチーがですね、今スコットランドのキャプテンやってると。だからいいっすよ、リッチーキャプテンも相当もう定期的にもちろんプレーでも見せますし、キャプテンとしてやった方がラフプレー少ないんじゃないかななんて思ったりするんですが、ファンデル・メルバ、グラハムの両ウィングもだから素晴らしいんですよね、スコットランドも本当に。でアーリー・プライスも久しぶりに戻ってきたと、スクラムハーフ、いや、やっぱね強いんですよね。でこの伝統あるスコットランドですらもうオールブラックスに勝ててねえというところは、ちょっとあの僕的には驚きのニュースでした。ニュージーランドの方は、すみません、若干落としてますね。日本戦は、バレット3兄弟が出れなかったっていうのもあって、諸事情があったんですけれども、ウェールズではかなり、1本目っていうか、かなりベストで組んで、で今回、やっぱ、連チャンなんで若干落としてきたなっていう感じがあります。フランカーのアキラ・ユアネだったり、スクラマル・クリスティとか、久しぶりにボーデン・バレットをスタンドオフに使ってみたりだとか、あとはレイナート・ブラウンもちょっと怪我明けなんでやってみようかなみたいな感じだったと思います。であとは僕がもう一気に好きになった14番のテレア選手ですね、ウイング、名前は聞いてたし、ブルーズですごく活躍してるって聞いてたんですけど、オールブラックスでのこの活躍でしかも昨日見せてくれたんでね、っていうような、若干試してる選手もいるっていう状況でスコットランドはそこをついてきたと思うんですけど、やっぱそれでも勝つんですよね。で今ちょっとパパリーがちょっと神がかってますね。7番フランカ・パパリー、サム・ケインが怪我でちょっと帰国したっていうこともあって、もう今がチャンスだと思ってんのかな、もう相当アピールしてますね、素晴らしい。もうちょっとサベア並みに、オールバックスのバックスで存在感を出してきました。ちょっとフリゼルとかもうちょっと同じぐらいで競ってたんですけど、アキラ・ユアネとかフリゼルとか、
ちょっと一歩抜けた気がしますね、パプリーが。っていうような、ごめんなさい、そんな状況なんですけれども、なんだかんだ言って若干あの前さんとかも少し1番とか3番とかもいつものメンバーじゃない選手とか入れたりしてるんですが、まあ、でもそれでもやっぱり勝つというのがオールブラックスだったなぁなんて思いました。で、これですね、ラグビーあるある、格下相手が格上相手に乗り越えられない残り20分の壁と、これ定期的にこれ発信してるんですけど、今回もねそうでしたね。前半スコットランドリードで折り返したんですよね。で開始早々オールブラックスが2本パンパンって取ったんですけれども、そこでちょっとスコットランド目覚めたのか、逆にオールブラックスはちょっとそこで気が緩んだのかはちょっと分かんないんですけれども、そこからスコットランドの巻き返しがかかってですね、ずっとスコットランドペースでした、しばらく。でオールブラックス、またこうやってね悪いオールブラックス出るなーなんて思って見てたんですけれども、まあね、残り20分の壁を越えられなかったなと思います。でそうなんですよね、一応折り返してたん、スコットランドリードで折り返したんですけど、なんつうのかな、うまく言語化できないんですけど、じゃあこのままスコットランド勝てんのかっていうと、なんかそうは思えなかったっていうか、僕が スコットランド国民だったらもっともっと期待してると思うんですけれども、やはり僕は日本の日本国民なんで、で日本の応援がメインなんで、多分日本があの状況だとしたらもっと興奮してたと思うんですけど、やっぱちょっと第三者的なところもあるんで、いやでもやっぱこのまんまは勝てねえんじゃねえなんていう感じなんですよね。でこれって僕がスーパーラグビーを見出したクルセイダーズの試合でよく感じた感覚なんです。今やっぱりスーパーラグビーでいうとクルセイダーズが一歩出てて、まあ、ブルーズも相当強いんですけど、やっぱなんだかんだでクルセイダーズとハリケーンズとかクルセイダーズチーフス、クルセイダーズハイランダーズとかやってるってもなんかやっぱ最終的にクルセイダーズ勝つなみたいな感じを持ってて、なんですけどこれワイドナイツとかとも一緒なんですけど、結構ね後半20分まではね負けてたりするんですよね。だけど残り後半20分でほぼほぼ 100% ひっくり返してくるですよね、こういう強いチームっていうのは。だからまさにそのスーパーラグビーのクルセイダーズと、まあ、すみませんちょっと言っちゃうんですけどハイランダーズとかの試合見てるような感じがしてですね、さすがにこのまんまスコットランドの勝ちはねえんじゃねえかなと思ったら、まあ、あの女そうなってしなったっていう感じでございます。結果ニュージーランドスコットランドが23-31、8点差っていうまたねいやらしい感じで、でこれ多分ですけどワウワウ入ってない方多いですし、ハイライトだけ見る方もいらっしゃると思うんですけど、これ多分結果だけ見たら、接戦だったねとか言うかもなんですけど、この8点の壁がめちゃめちゃ高いんですよね。いや本当にスコットランドが頑張ってなんとかこの点差にしたっていう感じですね。でこれをひっくり返すのかっていうのもまた別次元の問題になってくるっていうか、日本がオールブラックスに接戦したって言ってるんですけど、ただじゃあ勝てるのかっていうとまたなんか2段階3段階ぐらいステップアップしないと勝てなそうな感じしません？そういうのがスコットランドにも感じたなっていう気がします。でそんなオールブラックスはなんだかんだ言って6連勝してる間戦争がまたまた熱くなってるんですよね。でみんな大好きなペデナラが久しぶりに戻ってきたということで、で彼が後半入ってかなりテンポも変わったり彼自身も体張ってたんで勝利に近づいたっていうのがあるんですけど、僕は昨日実はスクラムハーフでいうとペデナラよりクリスティの方がもう昔からもちろん知ってるんですけど、なんかクリスティってすげえ上手くなったなって僕が言うのもなんですけどね、なんていうの、オールブラックスファンならご存知だと思うんですけども、絶対的なスクラムハーフアーロン・スミスがいて、その2番手がずっと TJ ペレナーでやってたんですけれども、まあ、ペレナーが日本に行ったっていうこともあって、まあ、ちょっとオールブラックス合流に遅れたっていうのもあるとは思うんですけれども、その間ですねやっぱりウェバーとクリスティが大体3番手を争ってたんですけれども、
なんかやっぱペレナラとアーロン・スミスほどじゃないよねみたいな評価だったんですよね。だけど昨日あのクリスティってもともとスコットランド出身の人みたいだっていうその思い入れもあったからかもしれないんですけど、もうめちゃめちゃ昨日よくて、逆になんか変えたのがもったいないなと思っちゃいました。本当にすごいいいスクラムハーフだなと、あのアーロン・スミスとかペレナラとは違う、あのまた魅力を持ったクリスティの今後の活躍期待ですね。だから気づいたら2本柱だけだったのが3本4本柱になってる、まあいろいろ周りからもうオールブラックスは終わりだなんていうその誹謗中傷とか浴びながらですね、気づいたらどんどん、勝ちながら選手層も強くなってる、熱くなってると。で、ウィル・ジョーダンの離脱もあったからかもしれないんですが、テレア選手がいろんなタイミングで出れたっていうこととかも結果、日本もねこう思うと、もっともっともう少しだけいろんな選手使ってもいいんじゃないかなっていう気が、すいません、そんなね簡単な問題じゃないんですけれども、昨日のオールブラックスとスコットランドの試合見ちゃうと、日本のやり方ももっとできんじゃないかななんていうふうに思ったりもしました。で先ほども繰り返しになりましたが、もう申し訳ないですけど、昨日の試合見たところやっぱりラッセルとホックはちょっとスコットランドには欠かせないので、まあ、確執かどうかちょっとね、それは人の人間性とか人間関係に関わる問題なんで僕がとやかく言う問題じゃないんですけどスコットランド好きなんで僕やっぱり、だからそんなね確執とかやってる場合じゃないなと。だけど、まあ、そんな確執あいながらもなんだかんだ言って2人とも実力でですね、スタメンを勝ち取ってるっていうのは、まあ、相当スキルが世界レベルだっていうことを証明してると思うんですけどね。まあちょっといざこざドタバタはちょっと分かんないんですけど、スコットランドを応援していく上ではやっぱこの2人はいるといないのとでは現スコットランドは全然違うチームになるななんていうのも思いました。で日本 VS イングランド戦の後ですね、ニュージーランド VS スコットランドを見ての感想、ちょっと南アとフランスはステージがなんか一つ二つ上のような気がしてあんまリアルじゃなかったんですけれども、ことなんかスコットランドに関してはやっぱ日本とじゃ近いって勝手に僕は思ってるんで、そういう意味ではまだまだティア1の壁は厚いなと思いました。スコットランドと日本の試合、こういう表現してどうか分かんないですけど、今のスコットランドと日本10回やったら3回日本勝って7回スコットランド勝つんじゃないかなっていう気がします。で、オールブラックスだったら1勝できればいいな、だけど9勝負けるっていう感じだと思うし、今のイングランドで言うと日本もやっぱり1回勝てればいいかなみたいな、10回やったとしてね、10敗の可能性もあると思うんですけど、ただスコットランドはそういうオールブラックスとかイングランドに対しても10回やっても3回4回は勝つんじゃないかなっていう、それがもう時々ね僕もスコットランドを見て、んもう日本は超えたかなと思うけど、安定感っていうか、なんかそういうトータル的な強さで言うとまだまだ日本は劣るような気がしてます。どんな状況でもある程度のパフォーマンスは出せるし、大物食いを期待させるラグビーをいつもしてるなと。後半残り20分までならどのチームにも勝てる、これちょっと表現的にいかがなもんかと思うんですけど、で後半残り20分までは絶対どのチームにも勝てると思うんです。だから残り20分ので、そこがラグビーの難しいところだと思うんですけど、まずはそのステージにも日本はちょっとまだ行ってないような気がして、2018年のイングランド戦ではまさにその状態になったんですけれども、まあ、その時と今年と違うのはメンバーを落としてますから、当時だから今回そのステージにすら行けなかったんで、日本もまずですね後半残り20分まで勝てたけど負けたみたいな試合とかを繰り返さなきゃティア1に近づかないんじゃないかななんていう気持ちにもなりましたということで、ちょっとなんていうのかな、イングランド戦負けた後だけにスコットランドのニュージーランドに対しての前線に正直
危機感だったり、まだまだ日本も頑張らないとななんて思ったっていうような気持ちになったんで、ちょっと動画で1本まとめさせていただきました。うわ、20分も話してる。10分ぐらいで終わる予定が。すいませんでした。まだまだ、テストマッチオータムネーションズ続きます。引き続きなんか気になった試合があったらまたこうやって、動画に収めたいと思います。よかったらお付き合いください。それでは。